MTB MAX の提言チャンネル。さあ今回はですね、私ナナが子供の頃大好きだったロングセラーのお菓子をランキング形式で紹介したいと思います。さあじゃあまずは早速第10位、10位はじゃん、コアラのマーチ。これはですね、小学校の時くらいかな、低学年1年生くらいの時にね、多分出たと思うんだけど、この時にちょうどコアラが日本にやってきたんですよ。それでコアラのマーチが出て、もうこの時はもう子供心にね、こう火をつけたこのお菓子、いや久しぶりにねちょっと食べてみようかなと思います。わー懐かしい、こんなちっちゃかったっけ、ちょっとじゃあかわいいコアラ、いただきます。うん、おいしい。さあそして第9位、じゃーん、トウハトキャラメルコーンだっけ、おいしさの秘密、そうふんわりサクサクね、スーッと溶けてミルクキャラメルの香りがお口いっぱいに広がるキャラメルコーン。子供の頃はこのローストピーナッツをこう避けて食べてたんだけど、今はやっぱこれと一緒に食べるのがまた美味しいんだよね。これは今でもねもうすごいよく食べてます。うんうん、美味しい。第9位、そして第8位、これはね超懐かしいと思う、じゃん、チョコベビー。チョコベビーだったね、ベビーチョコってずっと言ってたわ。わあこれはほんと久しぶりに食べる、うんうん美味しい、うんうん、なんかいろいろ思い出す味。そして第7位、じゃん、札幌ポテトバーベキュー味。うん、いい香り。うん、おいしい。バーベキュー味のこうチキンの感じだね、やっぱりおいしい。うん、おいしかった。第6位は、うん、アポロ。もうこれは見た目もかわいいし、ん、ラッキースターって書いてある、私子供の時はなかったけどスターが入ってんだ、出るかな。そうこれはねなんか80円くらいだったんだよ子供の時、それでよく買ってた。しかもいちごの部分を先に三角の部分食べて、チョコレートのところ残して最後に食べるっていう食べ方をしてた。これかわいい、これを変えて、本当一緒に食べた方が美味しいと思うんだけどで後からこう食べるのが好きだった。スター入ってるかな、うん、入ってない、ショック残念、また買おう。さあ続いては第5位、カプリコ。いやこれはねもうなんか憧れのお菓子だったよ、こうちょうど出た時にこの形、こうアイスみたいに食べれるっていうのがなんかさ、なんかこじゃれたイメージだった。うわほらこれをこうやって食べるのがなんかおしゃれな女の子のイメージだった。
美味しい。ちょっとしっとりしてるこのチョコの感じがまた美味しいんだよね。それでは第4、これだかな、クランチー、いただきます。これは今でもよく食べてるから。あーん、うん、焼いても美味しいって書いてある。本当に凍らせても美味しい。それは美味しそうなんですけど、焼いて、焼いてみよう。何で焼くんだろう。サクッとほろっと香ばしいフライパンかな。今度やってみよう。第3位はてて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 、キノコの山。いやー、なんかやっぱ子供の時ってさ、変な食べ方するよね。キノコの頭の部分を全部食べてからクッキーを食べてた。ビスケットか、こっちはキノコの山は。その食べ方してみよう。うんうん、そう、これを全部取ってから食べてた。絶対一緒に食べた方が美味しいよね。うん。第2位は、キノコの山ときたらやっぱりじゃじゃん、タケノコの里。そう、キノコの山、タケノコの里、どっち派っていうね、いつも話になるんだけど、今のところこうランキング的に言ったら、今私タケノコの里派だね。ここが違うんだよね。ビスケットとクッキーなのかな。タケノコの里の方がクッキーなの。うん、うん、美味しい。なんかタケノコの里の方が大人っぽいイメージがあるんだよ。さあ、いよいよ第1位。1位は何でしょう。きっと大好きな人は多いと思います。第1位はじゃーん、パイの実。さあ、これもですね、こう自分で買うにはちょっと高かったんで、150円とかだったのかな。だいたい100円クラスじゃない、お菓子って。だからよく遠足とかに行く時もこう300円までとかっていうと、パイの実はねちょっと高くて、その時はなかなか買えなくて、お母さんに買ってもらってたお菓子だから、ちょっと大人なお菓子でした。いただきます。あ、こんなにちっちゃかったっけ。なんか全部ちっちゃく感じる。やっぱ子供の手で食べてる時は全部大きく感じたんだよ。うん、なんか懐かしさと美味しさで幸せな気分。パイの実はね、ほんと変な食べ方ばっかりしてた。なんかこうやって割って、こうすると増えるから2つに分けて食べてた。うん、パイの実のパイの部分だけとチョコがついてるところを濃厚気味に食べるっていう。そうそうそう、こんな味だった。うん、うーん、食べ過ぎた。さあ、ということで、子供の頃大好きだったお菓子を紹介しました。まあただお菓子を食べてた動画になってしまいましたが、でもまあ懐かしい、味だとか食べるだけでなんか思い出が蘇ったりすると思うので、みんなもぜひちょっと食べてみて、温かい気持ちになってくれたら嬉しいなと思います。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。またね、バイバーイ。